モチベーションが本当に下がっちゃった時は、もう最悪そのソファーで横になりながら仕事という枠組みの中で自分が興味を持てる簡単なことをまずやるべきかなと。開発的モチベーションってやっぱりそのゴールが遠いことが多いので、それだけで維持するの難しいんですよ。Hello there! 始まりました、モチベチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストということで、白衣の天使、天使じゃなくて天使ちゃうわ、ね、なんとメンタルドクター指導先生においでいただきました。はい、皆さんこんにちは、メンタルドクターの指導です。相変わらずのツイッターの炎上ぶりで最近ちょっと炎上ぶりしてますよねちょっとな、ちょっとな。指導先生のチャンネルとですね、中のツイッターをぜひですね、はい、見ていただければなと思います。よろしくお願いします。もう働いてるわけですね、医者として。ああ、もう僕はもう普通に基本はもう病院で働いてますね。もう週5、6は基本的に働いてます。細井先生みたいにサイドビジネスにめっちゃ手を出しまくるとか。サイドビジネス全然出してない。サイドビジネスがもうもはや YouTube みたいな感じになってます、ね。なるほど。勉強系のチャンネルなので、はい、まあ、受験生が見てたりとかもするんですけど、そうですよね、はい、やっぱモチベーションが保てないとかっていう人がいると思うので、はい、あるんですか、そういう悩みを持ってくるっていうか。モチベーションが保てないからって病院に来るっていう人はあんまり多くはないですけど、まあ確かにいないですけど、普通にちょっとモチベーションが直してくださいと。まあでも例えばですね、鬱になっちゃって、例えば仕事とか学校を休んでるっていう方とかでも、まあどうしてもその将来的には学校とか仕事に戻るわけじゃないですか。そのためにこうステップを踏む必要があるので、その中でなんかやる気が出ないんですけど、どうしたらいいですかとか、そういうところでアドバイスをしたりっていうところがやっぱり普通の人にも応用はできる部分かなとは思います、ね。なるほど。じゃあそういった形で勉強にもなんかあるんですか、はい、なんかやる気スイッチがあるのかないのかとかもいろいろ言われますし。そうですね、まあ、まずそのモチベーションが下がる原因をまず考えるべきだとは思うんですけど、まあ、大体モチベーションが下がるときって基本的には、例えば自分がやってることが、うん、こう将来意味がないんじゃないか、おー、なるほど、ゴールが遠くて見えてない時とか、うん、あとは本人自体が本当に疲れてしまっているとか、あとはその楽しみとかをこう見出せてないこととか、うん、そのあたりが大体原因になるかなと思うんですよね。共通して言えるのはやっぱりモチベーションが下がってる時ってやりたくないことをこうやらなきゃいけないみたいな気持ちになってると思うんですよ、うん、はいはい。まあ、なのでそのモチベーションがすごく下がってる時っていうのはやっぱり一番最初のモチベーションを戻すための一歩目っていうのを、うん、もうめちゃくちゃ簡単なことをした方がいいかなと思うんですよね。おー、なるほど、はい、うんうんうん。まあ、それこそ例えば英語の勉強で言うんだったら、例えばずっとこう問題集を解いてたりとかね、うんうん、その過去問をやったりとか、まあ、そういうのがちょっと疲れちゃったなと、はいはい、で英語を勉強するのしんどいやって思ったら、うんうん、英語に関連する、まあ、非常に簡単なこと、はいはいはい、まあ、それこそ字幕で映画を見てみるとか、そういうのでもいいんですけど、まあ、英語という枠組みの中で自分が興味を持てる簡単なことをまずやるべきかなと。僕もそのやる気がなくなった時に、はい、もう何も考えないでできることをやれとかっていうのを言ってたんですけど、はいはい、あ、そういうふうにちゃんとつながってたんですね。僕の場合はその漢字書いてるだけだったんですよ、うん、もう何にもやる気が起きない、受験勉強して、受験で、はいはい、もうやる気ないって時は、はい、もうひたすら中国史の漢字を書いてるだけっていうので、うん、それ逆にモチベーション保てるんですか3日間それで切り抜けましたよ。あ、そうなんですね。何にもできない、何の勉強も手につかない、ただただ、はいはい、難しい漢字を書いてる、心境とかね、かなり難しい、ね、それでモチベーション保ってるの逆にすごいですよねそうなんですよ。何にも手につかない時に単純作業でいいから簡単なものを用意しておけって言われてたんですね、はいはいはい。あとはやっぱりその勉強全般に、まあ、最近よく言われてますけど、はい、アウトプットが大事だって皆さん言いますよね、はいはいはい、そう、実際問題集を解けとか自分で喋る練習をしろとかって、はいはい、でもやっぱアウトプットって結構スタミナ使うかなと思うんですよ。だからモチベーションが本当に下がっちゃった時は、うん、もう最悪そのソファーで横になりながら、はいはい、こう YouTube で英語のチャンネル見るとかでいいと思うんですよ。垂れ流しでも見てて英語と触れておくと、はい、でその場合って別に自分の労力ほとんどないじゃないですか、はいはい、体も動かさなくていいし、うんうんうん、横になって、まあ、ただ見てるだけ、うん、まあ、それが一番簡単な英語と触れる機会だと思うんですけど、それをやってるうちにちょっと
回復してくる段階があると思うんですね、うんうん、そしたらもともと自分がやってたまたローテーションに戻ればいいと思うので、うんまあ、簡単なことをやるっていうのは、まあ、非常に大事なモチベーションのこう上げ方というか下がった時の回復の前段階かなと思います、うん、これはいいこと聞いたんじゃないですか。でもずっと寝そべってちゃダメだよ。そうそう、ずっと寝そべってちゃダメね。あれ8時間経っちゃったとかダメですかね。そうそうですね、まあ、でもやっぱり人間って、ね、どうしてもこうやる気の波とかね、はいはいはい、モチベーション上がる下がるっていうタイミングはあるので、うんまあ、とても低くなっちゃった時はそういう逃げられる場所、うん、ただその完全に離れるんではなくてあくまでもちゃんと片足は突っ込んだ状態で離れずに、まあ、その戻れるタイミングを伺うっていうのは大事かなと。なるほど、いいこと聞いた。維持する方法とかってあります？維持する方法としては、あの先ほど言ったようにやっぱりゴールが遠すぎたりとか自分が想像できないと結構モチベーションって保てないんですよ、はいはいはい、でやっぱり英語の学習で大事なのはその最終的なゴールがどれだけ実現できるかっていう、うん、そこの想像力だと思うんですよね。例えばそのネイティブスピーカーみたいにペラペラに喋りたいっていう目標とかだと、うん、多分普通にやってても何年も何年もかかると思うんですよ。そうですね、はい、でそうすると途中でやっぱり挫折してしまう可能性が大きいので、その前のスモールステップとしてより簡単なねゴール設定をしておくっていうのは大事かなと。まあ確かにそっか、受験生でも合格した自分を思い描けとかっていう人結構いたりしますので。そうですね、そうですね、トイックだったら何点取って昇進してる直の何々ちゃんに羨望の眼差しで見られる自分を描けとかですね。今先生言ったことすごく重要で、モチベーションにはその内発的モチベーションと外発的モチベーションっていうのがあるんですけど、Intrinsic motivation と Extrinsic motivation、ね、素晴らしいですね、さすがですね。内発的モチベーションっていうのは、まあ、自分の中から浮かんでくるモチベーション、はい、例えば自分は英語を使えるようになりたいんだとか、うん、将来英語で仕事をしたいとか活躍したいとか、はい、まあ、そういう自分の中から出てくるモチベーションが内発的モチベーション で、うん、で外発的モチベーションっていうのは、例えばそれこそ英語が使えるようになったらモテるんじゃないかとか、うん、何々ちゃんとこう話せるようになるとか、うん、褒められるとか、うん、外国人の彼女と付き合えるようになるとか、はい、自分の外とうん、関わるモチベーションですね。どちらもこう使いこなすというか、うんうん、っていうのが大事かなと思うんですよ。はいはい、小の方だったらお母さんに褒められるからとかっていうのとか、やらないと宿題やらないと怒られるからっていう外発的だったのが、はいはい、それがだんだんやっていく中で、うんうん、あれ楽しいってなれるかっていうのが重要とかって言われますよね。で英語使いたい人って多分最初は内発的モチベーションがあると思うんですよ、はいはいはい、自分の中で英語を使わなきゃいけない理由があったりとか、で、ね、でただ内発的モチベーションってやっぱりそのゴールが遠いことのが多いので、うん、それだけで維持するの難しいんですよね、はい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 、だから逆に自分でその外発的なモチベーションっていうのを作り出したりとか、うん、例えばトイックで何点以上取ったら自分にご褒美としてこれ買っちゃおうかなとか、はいはい、まあ、あとはそのあらかじめ周りに伝えておいて、例えば何点以上取ったらなんか褒めてもらいたいとか怒ってもらいたいとかね、そういう周りも巻き込んで、うん、外発的モチベーションっていうのを多分定期的に設定しておく、外発的モチベーションと内発的モチベーション、うんうん、両方ちゃんと持続できていれば多分挫折せずにモチベーション保っていけるんじゃないかなと思います。やっぱりご褒美がないと人間ってね、うんうん、頑張れない生き物でもあるので、そのすごいねって言ってもらいたいとか、うん、誰でもあると思うんですけど、 それ結構大事だと思うんですよね、はいはい、やっぱりそのゴール設定っていうのはできる限り具体的にした方がいいかなとは思いますね、はいはいはい、で英語で例えばそのスラスラ喋れるようになるとか、うん、そういう目標とかって立てがちだと思うんですけれど、はい、ね、まあ、あと例えばその TOEIC とかにしても900点を超えようとかってやっぱ立てがちだと思うんですけど、はいはい、カンタロウさんでも結局そうなって何がしたいかだと思うんですよね。はいはいはい、例えばその会社で TOEIC の点数が必要で900点以上取らないと海外に行けないとかだったら900点っていう設定をするのが結構意味あると思うんですけど、まあ、マンゼット900点だけを目指すよりは多分具体的な目標があった方がいいと思いますし、英語をスラスラ喋れるようになりたいっていうのも、うん、例えば誰とどこでどういう場面でっていうね、はいはいはい、そういうところを具体的なところまで落とし込んで、海外旅行に行った時に現地のバーでいろんな人と喋れるようになりたいっていう英語と、
あとは外国人の彼女を作って、でいろいろな話をしたいって思って、多分若干学ぶ内容も違うと思うんで、だから具体的な目標を作っておくっていうのはやっぱ勉強法が定まるきっかけにもなるし、かつそれのためにモチベーションを保ついいゴールにもなるんじゃないかなと思いますね。聞いてました、カンタロウさん。なんか数学の、ね、授業を英語でできるようになりたいって言ってましたから、あ、はいはい、じゃあトイック900取って、うん、その基礎がついたら喋、はい、って、ね、できるレベルまで、うん、はい、持っていきましょう。カンタロウさんはただ、はい、トイック900取って女にモテたいって思ってるだけなんで、あ、それはもう立派な外発的モチベーションです、ね。はい、YouTube に上げるからやらなきゃみたいなっていうのは、それ結構いい方法じゃないかなと思うんですよね。そうですね、まあ、昔はよくブログに上げてとか言われてましたけど、はいはいはい、今は動画で上げられますからね。受験生とかもですけど、受験始める時にもうどこどこ大に合格したいですみたいな動画を最初に出しちゃって、自分の動画の中で勉強の進捗とかね、はいはい、その模試の点数とかどん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 出していったらどうかなって。そうですね、やってる人いますね、新しい勉強法としてね、はい、そういうのはありかなと思いますけどね。はい、今回はですね、白瀬先生にお越しいただきましたっていうか、僕は来たんですけどね、ここはい、ありがとうございました。ありがとうございました。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.